どんな時に敬語を使いますか目上の人と話すとき、知らない人や親しくない人と話すとき、改まった場面で話すとき。敬語の種類尊敬語 尊敬語、謙譲語、謙譲語、丁寧語、丁寧語、どれが敬語ですか自己紹介、はじめまして、 インドから参りました、シンと申します。よろしくお願いいたします。はじめまして、インドから参りました、シンと申します。よろしくお願いいたします。はじめまして、インドから参りました、シンと申します。よろしくお願いいたします。 「まいりました」は「きました」の献上語「申します」は「言います」の献上語「いたします」は「しますの謙譲語」の献上語レストランでいらっしゃいませ何名様ですか ?2 人です。 お席をご用意しますので、少々お待ちください。はい。いらっしゃいませ。何名様ですか？2人です。お席をご用意しますので、少々お待ちください。はい。いらっしゃいませ。何名様ですか？2人です。 お席をご用意しますので少々お待ちください。はい「様」は「さん」の尊敬語「お席」は尊敬語「ご用意します」は謙譲語「お待ちください」は尊敬語「デパートで」 すみません。靴売り場はどこですかこちらをまっすぐ行かれると右手奥にございます。ありがとう。すみません。靴売り場はどこですかこちらをまっすぐ行かれると右手奥にございます。ありがとう。すみません。 靴売り場はどこですかこちらをまっすぐいかれると右手奥にございます。ありがとう。「こちら」は「こっちの丁寧語」のていねいいかれる」は「尊敬語ご」。「ざいます」は「ありますの丁寧語」のていねい 大学で。山田先生はいらっしゃいますか今日はもうお帰りになりましたよ。そうですか。山田先生はいらっしゃいますか今日はもうお帰りになりましたよ。そうですか。山田先生はいらっしゃいますか 今日はもうお帰りになりましたよ。そうですか。いらっしゃいます。はいるの？尊敬語。お帰りになりました。は、尊敬語。会社で。コニーでございます。私、小川電機の小川と申しますが。 部長の森様いらっしゃいますか？申し訳ございません。森はただいま席を外しておりますが。そうですか。では改めてお電話させていただきます。コニーでございます。私、小川電機の小川と申しますが、部長の森様。 いらっしゃいますか申し訳ございません。森はただいま席を外しておりますが。そうですか。では改めてお電話させていただきます。コニーでございます。私、小川電機の小川と申しますが、部長の森様、いらっしゃいますか 申し訳ございません。森はただいま席を外しておりますが。そうですか。では、改めてお電話させていただきます。でございますはですの丁寧語。わたくしはわたしの健常語。申しますは言います。 の語「様」は「さん」の尊敬語「いらっしゃいます」は「います」の尊敬語「申し訳ございません」は「申し訳ありません」の丁寧語「おります」は「います」の謙譲語 お電話は憲情語いただきますはもらいますの憲情語まとめ尊敬語1「れます」られます2「お」になります3「お」ください4 特別な形健常語1・ごします2・特別な形丁寧語ございますでございますこちらなどおは場合によって 使い分けられます。尊敬語へ続く